大関を集団訴訟しようって、名前言ってたな。まあでも言ってもいいかなと思って。その今はまあ、なんか今数えただけ20人ぐらい揉めてるんですよね、あいつは。あ、そうなんですか。そうそうそう。で、もう今名前言うと自分じゃないですか。で、タイソン君、ニタカ、はあ、信義、ラオウ君、ヤカラ、佐々木君、ドラゴン初代、はあ、近藤、で、近藤の元カノ、はあ、で、龍崎理科、これでもう15人、はい、あ。で、はい、あ、麻婆、はい、あ、望郷太郎、高瀬大二の弟、はあ、上野、山形か青森の東北の、はあ、で、あとは、西山、はあ、で、あとは、ね、タトゥー入れてる、なんかあいつが、なんか、大関がパン君とか言ってる、これでもう21人。で、もう一人、その西山についてる人間。もう自分が分かってるんだけど、22人。じゃあ全員離れちゃったっていう感じなんですか？そうですよね。もうこれだけで22人いるわけじゃないですか。はあ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 。こんでも、ね、あと、枠くん？ね。枠くんとは枠くんの若い衆？で、これも24人じゃないですか。すごい、YouTube 界もごたごたしてるんですね。相当じゃあ、ないですそうか。なんですか。そんなやついないじゃないですか。そんなもなんか揉める？誹謗中傷みたいな感じで。あ、で、俺もやるのかみたいな感じじゃないですか。だからみんな、なんか協力、ちょっと自分はその、大尊君と、豊ちゃんと、信義と、ラオ君にしか話してないですけど、あ、なんかちょっと協力してくれないですかみたいな感じ、ね、する集団訴訟でって言って。あ、で、あ、で、協力してくれるって言うから、言ってくれてるんですよね。はい。なんでそんな全員あれなん全員と揉めるんですかね。で、だから、そんなになんか自分イケイでは、ケなんですか。